んかもしれないですよね。俺もっと大人だったから31の時は。今回はね、ラリーへの理解をより深めていこうと思います、はい、というわけでここからは、ひろきさんのお父さんでもありますね、世界のラリードライバー荒井俊弘さんにも参加いただきます。ゲー、よろしくお願いします。ゲーじゃねえよ、ゲーじゃねえよ、ゲーじゃねえよ、お前ね。いや、この男の種からできてんだよ。それ以外に何も言えないです。いや、ね、どうですか、息子さんがね、チャンピオンになったっていうのはどんな、はい、まあ、あの2020年だからもう一回取ってるので、うん、あれかなと思ってたんですけど、でも今回はその8000全部の中 で車が動かなかった時だけ、走れなかっただけで、あと全部勝ってるので、うん、あの辺はまあ強くなったのかなという気がしますね、うん、はい、嬉しいですよね。まあまあそうです ね精神的に強くなってるかなと思います、ね、はい、おかげさまであとはお前が大人になればね。そうですね、本当ですよね、うん、なんで大人になれないの。いろいろあるんだ、いろいろある。もうね、話すと長くなるから親に似たんかもしれないですよ、ね、俺もっと大人だったから31の時は。そう、でも親子で共演って珍しくないですか。珍しいです ねスバルの時以来ぐらいですかね。ああ、そっか、はい、スバルのワークスで一緒だったもんね、はい、そうか、そうか、なんだかんだ言ったってひろきは日本のチャンピオン、うん、ね、トシさんは世界の荒井だから、うん、やっぱそこは違うよな、親父は。そうですね。お母さん、ちっちゃい時からひろき君どっか連れてったりしなかったんですか。あのここで走ったりとかするときは、うん、よく横乗せてたんで、うん、横で乗りながらゲーってやったりはしてたんですよ、うん、だからもう3歳ぐらいの時は結構横乗ってるので、だから多分運転の仕方分かるんですよね、横。3歳だよね、3歳で世界の荒井に都市の横に乗ってんだよ。本当だよね、とかいい環境だよね。いや、いい環境だよ。なかなか普通の人はさ、羨ましい環境ですよ。大人になったってね、え、レーサーの横なんか座れないもんな、うん、さあ、そして今日は、はい、うん、まずはですね、うん、ラリーと、まあ、サーキットとかレースの、うん、まあ、その違いをちょっとお話をまずしたいと思うので、ひろきさんからちょっと説明していただいていいですか、うん、まあ、実際自分もあの 86BRZ レースのプロフェッショナルクラスに出てた時期もあったので、うん、本当にそのレースとサーキットって全然違くて、うん、でラリーはどちらかというとその 90% から 99% の間をどれだけコントロールできるか、はい、っていうあの感じで走るんですけど、サーキットの場合は常に 100% を何回どれだけそのコーナーに対して 100% で丁寧になおかつ速く走れるかっていうところなので、同じアプローチの仕方をするとラリーだと全くすぐクラッシュにつながったりだとか、やっぱりグリップがあの結構変わるので、ラリーの場合は雨が降ったりとか、朝だともう朝露が降りてるだけで路面のグリップ違いますし、だから本当に全く真逆と言いますか、アプローチの仕方としては、はい、あの、まあ、あとね、もう一つラリーというかサーキットのレースとラリーの大きな違いで、隣に人が乗ってるか乗ってないか、コドライバーの有無っていうのが大きな違いですけど、コドライバーってじゃあトシさんどんな役割ですか。一番大事なのってコドライバーかなと思ってて、コドライバーが言った数字に対していかに的確にその車速でコーナーに入れるかなんですよね、うん、私も今までリタイアしてるのって結構コドライバーの数字よりも見た目を優先した時ぶつかってる時多いんですよ、うん、なのでラリーの難しさってやっぱりコドライバーが言った時の数字をしっかり合わせて言えると完走できるかな、はい、今回ですね、トシさん、ひろきさんにはラリードライバーとして最も大事なこと、うん、これを一つ厳選して考えてきていただいております。じゃあまずひろきさんからいきましょうかね。ラリードライバーにとって最も大事なことは何でしょう、うん、僕はやっぱりどれだけ対局を理解できるか、ラリーを通して一本一本の、まあ、SS3 日間4日間で戦うじゃないですか、うん、その日だけ早くても自分たち あのラリーっていう競技は勝てなくて、うん、じゃあ自分が今ここにいるからどういう風な作戦を立ててあげれば最終的に自分が勝てるのかっていうのを、うん、変にこう前のめり過ぎずこう俯瞰して見ることが一番大事かなっていう。多分そんなこと見てませんよ、こいつ思ってます。絶対見てません。じゃあ荒井俊郎さん何でしょうね、聞いてみましょう、はい、何が大事なんでしょうか。いや、私はやっぱりさっき言ったそのペースノートに、うん、いかにその目で見るよりもペースノートの方を信用できるか、うん、それがやっぱり一番大事かなと思います。お前尊敬しろ。なるほど、いや、それ勉強になるなと思います。大丈夫ですか俺。大丈夫ですか。これね、ひろきは親父に対してものすごい敵を持ってライバルですか。あ、そっか、はい、今回はですね、あのひろきさんが、全日本ラリー選手権で、うん、シリーズチャンピオンを取った、うん、チャンピオンカーですね、はい、シュコダファビア R5 を持ってきていただいてるんですよ今日は、うん、すごいじゃん、チャンピオンマシンだよ。
はい、なのでちょっとね、ひろきさんにまずこのチャンピオンカー紹介していただいていいですか。わかりました。これどこの国ですか。どこの、まあ、シコダロっていうのはチェコのメーカーで、はい、グループでいうとボルクスワーゲングループに入るんです、うん、だからこのシャシー自体はポロ GTI とかと同じで、うんうん、エンジン自体は今度はゴルフ GTI EA888 型のエンジン積んでいるので、うん、基本的には側は、まあ、シコダファビアっていう形ですけど、うん、中身はボルクスワーゲン、うん、ワーゲンのゴルフ GTI。 あ、そうです、そうです。あ、うん、そっか、はい、で、EA2888 ってゴルフの場合は2リッターエンジンなんですけど、うん、レギュレーションでダウンサイジングして 1.6 リッターターボになっています。うん、こんなのどこで売ってんの。これメーカーで売ってるんですよ、実はシコダモータースポーツに、すいません、シコダ欲しいです。日本にあるの。日本にはないので、ない、ね、うん、直接本国に電話して欲しいですっていうと、うん、なんでこの車を選んだの。はい、や安かったからです。あ、そういうこと、ね、プライベートだから、うん、一番僕が買える車の中で。安いっていくらぐらいするんですか。だいたい今2000万ぐらい。でも新車で買うと5000万するんで無理です、個人でやってると。いや、中古買ってきて、うん、そのスバルとトヨタのワークスやっつけるんだよ。それはもうイニシャル D だよ。これだけで一つのなんか映画になりますよね。うん、ちょっとエンジン見せて。あ、もちろんです。 1.6 リッターなんだ。本当にレーシングカーなので、うん、ほとんどがモータースポーツ専用パーツになってます。へー。あ、じゃあエンジンも特別なの。エンジンも特別です。カム、ピストン、コンロット、うん、クランクシャフト、うん、でヘッドの形状であったりだとか、エンジンの中は全部加工してあって、うん、ほぼレーシングエンジンです。これ1個だけで1000万ぐらいですか、ね、エンジン、はい、エンジンだけで1000万。土屋さん、これグローバルレースエンジンで GRE ってエンジンで、うん、なんかトヨタのヤリスとかもみんなそうなんですよ、うん、1.6 リッターターボのこういうエンジンがみんな持ってるんですよ、うん、あ、そう、はい、で、今日これ乗るの。乗るの。はい、実際のね、ちょっと走行を見せていただこうと思うんですよ。ひろきさんに運転してもらって誰か助手席に乗っていただきたいですか。親子水入らずだよな、ね、世界の荒井がやっぱりこう息子の成長を見ないとね。世界チャンピオンになったから一緒に乗ってないでしょ。乗ってないですね。じゃあ乗ってくださいよ。どのくらい成長したかさ。怪我したら嫌だなって。じゃあお願いします。はい、お願いします。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取ホットで検索。
ねえ、なんか後ろから土屋さんついていったけど、つかなかったね。ダンエボじゃ無理だね、まあ、レーシング、まあ、GT300 と同じ車、うん、改造範囲ぐらいの。そうだよね、すぐいなくなりましたね。どうでしたか？あのね、悔しいけど上手だったね。上手、うん、あ、そう、悔しいけど。ありがとうございます。車のセッティングもね、ぴったり出てるの確かなんですよ、うん、本当にハンドルちょっと来ただけで車がスッと曲がるし、うん、アンダーステアにはならないし。 どの辺が上手だったんですか？やっぱね、コーナーの進入とか、うん、全部がそのリアに荷重、さっき言ってたみたいにね、うん、フロント荷重からリア荷重に移してリアを出さないようにしたりとか、うん、そういうところのね、チョコ台のところがうまくなった。としさん的にはどう、そのスバルのワークスとこれ比べてみて、なんか違いってある？エンジンパワーは向こうの方が排気量が大きいので同じぐらいなんですけど、うん、もうこっちはレーシングカーで、うん、向こうは量産車プラスぐらいのカー。ああ、そっか。だからちょっと300と500ぐらい違う。ああ、そっか。プラスが違うか。なるほどね。ちょっと素朴な質問なんですけど、これ10年前の。はい、10年前、10年前。10年前のエンジンなんですか？エンジン自体 はあのリビルトって言って、あのチェコに一回戻さないといけないんですよ、うん、でそこであのオーバーホールをしました。でオーバーホールぐらいでしょ？はい、そうです、そうです。それって新しいのもこの10年間で開発されてるわけじゃないですか？でその新しいのが今 あの3世代目のシコダファビアに、うん、あの搭載されているの で、ね、うん、だ10年前は10年前の仕様のが新品で出るだけで、うん、今の仕様にはできないんですよ。できるでしょ？そうするとあのお客さんがこう買い替えないんで、うん、なのであの10年前の仕様で今なります。なんで10年前の仕様のやつが勝てるんですか？はい、腕だよ、腕、腕がいいんですかね。ね、どうしたそんなことはないと思いますよ。でそこがね、いやでもね、最新のでだから戦えたらもっともっとね。どうでしょう？そうですね、うん、最新のやっぱり早いステージというか、うん、あの明らかにストップアンドゴーとかパワーが必要なところは、うん、あのヤリスラリー2の方が絶対早かったです ね、うん、ね、だからね、はい、これいいね、マシンと合えばまた自分の記録が伸びるんだから。そうです ねちょっとテリー財閥と土屋財閥でなんとかならないですか？テリー財閥じゃなんだよ。まあ世界の都市がなんとかするんじゃないですか？お願いします。お願いします。お願いしますじゃない、ね、まあ、だけどラリー車面白いね、面白い、面白い。三輪さん、あの今回でどうですか、はい、深まりましたか何か？もう緊張だけです。緊張、緊張が深まっちゃった。いやもう練習しようと思います。いいね、いいね、応援しますよ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あのフルってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。